そのナイトプールにも行ってるやん、うん、お互い俺らもナイトプールコンビになってるわけやん。そうそう、やっぱりなんかトレンドですから最近の、そこはどんなもんかと思って俺行ったんですよ。うん、うん、まあまあ、嶋佐が先行っていろいろ話聞いて、そうそうそう、で俺も行こうと思って、俺は芸人じゃないそのやつと行って、うん、で候補が何個かあって、で1個が嶋佐が行ったとこやったから、まあ、嶋佐と同じとこ行っても話にならへんかなと思って、うんうん、で俺が行ったんがその男も女も8000円か、もう高え。クラブとかの感覚やったらさ、女ちょっと安いやん。で嶋佐行ったとこもさ、うん、女ちょっと安いやんか、うん、俺んとこは男も女も8000円のとこ、赤坂見附にあるホテルのプール、うん、ナイトプール行ってさ、うん、すごいでかいプールになんか、うん、寝れるベンチ、寝れる椅子みたいなのが、うんうん、もう200席ぐらいずらーっとプールの周りにあって、分かる分かる分かる、うんうんうん、でバスローブとバスタオルもらうねん、大江戸温泉でいう浴衣みたいな感じで。ああ、そんなくれるんだ。くれへんだ、俺らはなかった。ああ、そう、大江戸温泉でいう浴衣みたいな感じで、うんうんうん、受付でもらうやつ、はいはい、感じね。で、もう何人ぐらいの、もういっぱいおったわ人。ああ、結構いたんだ。うん、うん、カップル、うん、女2人ぐらいで来とるやつら、うん、男2、3人で来とるやつら、あとなぜか男が大量の女連れとるやつら、うん、なぜか、うん、で、全員そいつらは8000円を払ってたもん、そこにおる空間みたいな。高いよね。まああんなもんはもうインスタに上げたいから行くもんやんじゃん。だからもうっていうのが分かった、すごかったんですよ、僕の行ったとこも。もう女子だらけで、うん、僕が行った時はもう行ったとこは本当に僕たちしかいなかったんです、男のグループが。僕らだけ。ちょっとレディースデーみたいなのがあって、うん、でももう半々くらいだろみたいな感じで行ったら、女の方が安いからね、そこは嶋さんとこは。で永遠にもう僕たちはもうひたすらインスタをピスタチオ小沢さんと浜やねで行って、うんちみたいな3人で行ってるなでひたすらもう写真を永遠に撮り続けてる女子をもう眺めてるみたいな状況、うん、もうずっと撮ってんのもう、うんうん、本当に冗談抜きで30分くらい撮ってんの。分かる分かる。同じ場所でインスタ撮る時の女の顔ってインスタみたいな顔になるよな、そのしっかりなんかそうそうそう、めっちゃインスタみたいな顔になんねんな。マジで何百枚撮ってんのあれ。インスタってアプリでインスタみたいな顔にしてるんかなと思ったらシンプルにインスタみたいな顔になってんねんな、うん、あれ人間がすごいよ。女の子もみんなさ、そのとりあえずブサイクはいないっすわ、みんな割と可愛いけど、顔がね全員ね、あのたまに LINE とかで電話番号で追加されましたみたいな、めっちゃ可愛い女出てきませんいるわたまに。あれの顔してんねんみんなあの多分出会い系の桜みたいな、なんか電話番号で追加されためっちゃ可愛い子みたいな、このあの顔にめっちゃ似てる全員